はい、皆さんこんにちは。マリミンさんのテンションで入ろうと思ったけどやっぱやめたっていう今その葛藤が今3秒ぐらいですね。皆さんこんにちはみたいなのやろうと思ったけどやっぱやめた。あ、ジングル？ジングルは別にいいです。あの 僕の番組じゃないし、じゃなくてあの、マリミンじゃないから、ね、今日はい、ですね、この時間帯いつもだったらマリミンの綺麗になりたいというですね番組ではあるんですが、まゆみんさんちょっと今日は出られないということで、アキラの綺麗になりたい、ちょっとこれでいいのかなとちょっと思ったんですけど、うん、でもあの、今5人の方見られてますでしょうか。大丈夫、うん、ですね、まあ、ちょっと綺麗になりたいネタちょっとだけやるとですね、あのちょっと僕この辺方々ね、この辺ちょっとですね、実は少しちょっと変わったと言われてるんですけど、すまん、もっとこう大きかった、まあ痩せたというかそういうのもあるんだけど、実はリンパケアでここが全然変わった。リンパマッサージで。へえ。山本あゆさんって方がですね、ウォーキングの先生なんですけど、うん、その方がですね、リンパケアもやられて、それでこうなったという。やっぱ違うもんなんですか。全然違います。ビフォーアフターの写真撮っとけばよかったんですけど、もう全然違うというですね。ぜひ問い合わせは僕のところにですね。まあそれはさておきですね。はい。まあ早速なんですけど、今日のアキラの綺麗になりたい、急遽ですね、そんな番組になりましたけども、ゲストにですね、お二方の方が、いらっしゃっております。龍月堂の増田さんですか、ね、はい。ですね。あと、海産物どころ藤田さん。はい、ということで藤田です。よろしく、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、初めての方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、簡単に自己紹介を2人よろしいでしょうか。はい、はい、じゃあちょっとこういう感じでいきましょうか。はい、そうですね、はい、あの島田が熱い、うん、まあ、島厚という、はい、イベントの実行委員をやっております。はい、あの島田の龍月堂というお菓子屋の増田です。うん、あ、そうです。はいはい、よろしくお願いします。増田さん、はい、島田市の新田町、はい、市役所の近くなんですけど、新田町というところで乾物屋をしています、はいはい、海産物店の藤田の藤田と言います。よろしくお願いします。はい、今日はよろしくお願いします。藤田さんは2回目なんですか、こちらの。3月ですね。ああ、もうそんなあれなんですね。はい、あの、はい、前回のこの島津の時に、はい、あの告知でお邪魔したんで、それ以来です、ね。はい、ああ、そうなんですね。あっという間ですけど、あっという間ですね。なんかもっとちょくちょく会ってますもんね。まあ、ちょくちょく明さんとは会ってますね。はい、うん、あの僕も結構島田で、この間僕島田行かせていただいて。あ、そうですか。あれ、あの時ですよね、あのイベントやってた時。ああ、そうですね。その後あの七軒町でも静かの時に。ああ、いましたね。そんな感じでですね、なんですけども、今日はお二人で島厚の、はい、なんていうんですか、宣伝というか、うん、はい、島厚っていうのは、まあ、初めての方も多分いらっしゃると思うので、どんな、まあ、名前の由来からとかですね、ちょっといろいろ教えていただきたいんですけども、はい、そうですね、あの島厚、島田が厚いの、うん、まあ、略なんですけれども、はい、ああ、島田が厚いの略、うん、まあ、島田には魅力のあるお店、はい、人、うんうん、はい、商品がたくさんあります、はい、それを、皆さん知っていただきたいということで、1日限定でサービスを、はい、行います。あ、そうなんですね。その1日限定というのが7月の14日、14日、はい、今度の日曜日ですね。日曜日です。今週ですかね。はい、はい、日曜日、島田が熱いと、あの静岡県島田市のところのですね、はい、イベントというか、なんかイベントと言っていいんでしょうか。そうですね、はい、イベントですよね。参加店26店が、はい、この日に一斉にサービスをしてくれ、はい、あ、そうなんですか、はいはい、してくれますので、皆さんに島田に来ていただいて、はい、いろんなお店をこう回っていただきたいと思って、はいはい、あ、まあ、はい、やっております。あ、なるほどなるほど。あのどこか一箇所にいろんなお店が集まるこう青空市とは違って、あ、各お店に行ってもらって、お客さんに、はいはい、でそのお店で始末って合言葉を言ってもらうと、はい、うん、そのまあ、お店ごとサービス内容は違うんですけど、あ、はい、割引だったり、はい、プレゼント申請だったり、はい、いろんなサービスが受けれると。それで、あの島田のいろんな面白いお店を、はい、まあ、発見してもらいたいな、楽しんでもらいたいなという、はいはい、イベントです。うん、お二人はその実行委員という形で、はい、何人ぐらいいらっしゃるんですか、実行委員というのは。今9人おります。9人いて、はい、はいはい、
で藤田さんが実行委員長です、はい、委員長 リーダー、はい、はい、威張ってます。威張ってお世話になってます。あ、じゃあ藤田さんとか、あと増田さんとか龍月堂さんも、はい、出店と言っていいんですか、なんか島厚のイベントの参加店っていう考え方でいいんですかね、はい、でその実行委員会のメンバーも全部この参加店の中の店主さんだけで構成しているんで、はい、もう自営業者が自立して、はい、あの自分たちの考えで始めたイベントですね、はい、今回第何回目ぐらいになるんですか。3回目になります。3回目、あ、そうなんですね、うん、もう前回とかも結構みんな名前もまた聞いててですね、はい、島厚って結構なんか、まあ、ここ焼津ですけども、うん、静岡とかでもなんか島厚とかって本当ですか、話はよく聞くですよ。お、嬉しいですね。ラジオとかも結構出られてですよね。あ、そうですね、うん、あのいろんなところで告知はさせて、はい、おかげさまでもらってありがたいです。あとこの ロゴと言っていいですか、この島厚っていう、うん、なんかシールかなんか、ね、フェイスブックかなんかで僕見たのかな、あのシールか、ステッカー、参加店の中の、はい、鳴岡サイクルさんって自転車屋さんなんですけど、はい、あのそこはもうモーターサイクルっていうんですか、はい、あのはい、マウンテンバイクだったり、あのロードだったり、ああいうののすごい専門店的なお店なんですけど、はい、そこの方が、はい、カッティングシートでこのロゴを作ってくれて、車なんかに貼れるようにしてくれて、かっこいいですね。かっこいいですよね、これ。僕も営業者に貼ってます。仕事の車貼りました。ああ、いいですね。ちょっとこれ、これは誰が考えたとかってあるんですか。これはあれですよ、はい、それこそあのデザイナーさんとかに頼んでんじゃなくて、趣味でこういうのやるの好きな知り合いがいるんで、はいはい、ちょっと島田の人なんで、はいはい、島田を盛り上げるためのイベントだからちょっと協力してよっつって、うん、ただで作ってます。そうですか。そうですよ、なんかいっぱいいろんなお店、こうパッと見ただけでもですよね、食べ物屋さんもありそうだし、はい、うん、とにかくいっぱいですね。島田のあマップが裏になんか書いてあって、はいはい、うん、あ、結構島田駅中心にいろいろですね、駅周辺は多いですけど、はいはい、他にもでも範囲としてはもう島田市全域、カバネエリア、はい、6号エリア、まあ、こちらにもカバネ6号の方も、はい、うん、はい、お店がございます。はいはい、はい、ちなみに増田さんの龍月堂さんはどんなサービスというか、なんというかどういうことをやられるんですか。うちはですね、うん、プレミアム、本当美味しいどら焼きが、はい、どら焼き、はい、はい、うん、いつも150円で売ってるのをこの日限定で100円で売らせていただきます、はいはい、おプレミアムどら焼き、絶対、はい、絶対美味しいって書いてありますね。はい、皮も、うん、あんこも両方やはりちょっとこだわってます、うんうん、お、そうなんです。ふっくらと、うん、まあ、香りもいい、食感もいい皮にいい、うん、小豆の風味の、はい、ちゃんしっかりした、まろやかな、はい、あんこです、まあ、たっぷり詰まってます。食べたくなってきました、ね、ぜひ食べていただきたい。島田じゃ老舗の和菓子屋さんなんで、龍月さんは。あ、そうなんですね、うん、そうですね、なんか龍月とって、うん、はい、うまいと言ってるものですから、はい、いやでもこれ本当に美味しいですよ。あ、そうなんですか、はい、甘さがくどくないというか、ありがとうございます。あと藤田さんもタイムセール 5% 引きということで、はい、うち普段そういう安売りだったり、セールってやったことないんですよ。あ、そうそうです、はい、創業以来、でもまあせっかく島厚なんで、はい、ちょっとやってみようかな。あ、はい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 、あと、まあ、ここに書いてないですけど、はい、普段ワークショップのような感じで、うん、はい、海苔の食べ比べとかうちのお店でやるんですよ。あ、海苔、利き酒じゃなくて利き海苔、利き海苔、はい、もう時間に余裕があれば、ちょっと来たお客さんにこう、はい、お海苔ってどれぐらい味が違うものなのか、品質によって試してもらったりもいいかなって思ってます、はいはい、なんでうちのお店来て島厚の合言葉と一緒に、はい、利き海苔もやりたいって言ってくれれば、うん、ご用意しますよ。あ、そうなんですか。僕もそれ一回やらせていただきました。やったね、やはり。あ、じゃあ条件として違います、ね、違いが違う、はい、そう、そうなんです、ね、びっくりします。じゃあ条件としては、島なんか合言葉みたいなもんなんですか、これは。そうです、島厚って合言葉を言ってもらうと、はい、そのサービスが受ける。ただお店に来ただけじゃ、あ、それはそうですよね、サービスが受けれない。はいはいはい、
すごいですね。なんかみんないろんなあのですね、芝木さんとかもいるし、はいはい、ですね。芝木さんはあれですね、あの芝木ミラクルマーケットっていうのが、はい、芝木、あ、書いてある、うん、人気マルシェ芝木ミラクルマーケットということで、うん、探してる、探してる、あ、まあいっぱいあるからさ、ですよね、それは。まあお店の敷地内に、うん、島田市どころか島田市初出店の店も多いんですけど、はい、静岡市だったり各地のイベントで引っ張りだこの人気のあるお店を、はい、この柴木さんすごい顔の広い人なんで、あ、呼んできて、うんうん、やるんで、出店するのは、はい、それこそ明野さんもご存知のガンモバーガー、ああ島津にもこのミラクルマーケット出店します。あ、じゃあいるんですね。います。ガンモバーガー。あと、うん、はいはいはい、匠塾でやってるイベントで、うん、はい、ママさんたちに、若いママさんたちにすごい人気のあるハピママってイベントがあるんですけど、はい、ね、はい、そのイベントで、はい、もういつも行列ができる、人だかりができちゃう、はい、メイビーズって子供服、手作りの子供服をやってる、はい、メイビーズさん、メイビーズさん、あと手作りの焼き菓子を提供してくれる武田ビスケット、うん、はいはい、あとは、川根にあります、うん、これも手作りで、はい、醸造しているお醤油屋さん、丸家醤油なんですけど、はい、の丸家醤油、あと、生で食べれるトウモロコシ、生ですか、はい、生で食べて果物みたいにうまいトウモロコシがあるんですけど、はいはい、そのトウモロコシをやっている大塚農園さんがトウモロコシの販売を、芝木さんでは今そのトウモロコシ屋さんは連日出してます、はい、あ、そうなんですか、今その日の朝取れたばっかりのトウモロコシを毎日芝木さんに持ってきて、販売します。なるほど、ミラ、もう今聞いただけでも結構ミラクルな、うん、すごい、うん、マーケットであると、うんうんうん、おーすごい、どうぞ、大丈夫ですか皆さん、え、なんか大丈夫ですか、何を笑ってるのか分かんないけど、うん、まあまあいいじゃないですか、賑やかなのはいいじゃないですか、焼津も賑やか、島田も賑やかな感じですね、そう、始末、うん、島津まあね、焼津に比べると島津は随分寂しい町になってきちゃったんで、あ、はいはい、ただ、こういう個性的なというか、うん、はい、特別な長所を持った店っていうのは結構島田に多くて、はいはい、ここなんかも、うん、龍月堂さんなんかもそうなんですけど、はい、うん、生クリーム大福、生クリーム大福の元祖はここ、こちらのお店なんです。あ、そうなんですか、はい、生クリーム大福、生クリーム、意外にそれは島田の人も知らないというか知られてないんですけど、はいはい、あとはワロハシャツっていう、ワロハシャツ、和風の和にひらがなでロハ、はい、絹、証券を使った和柄のアロハシャツ、ボタンシャツを作ってる根慶さんって呉服屋さんがあるんですけど、それももう商標登録を取ってるお店なんで、日本でワロハシャツを買えるのはそのお店しかない、はいはい、そういうお店があったり、そういう本当もう強力な長所を持ったお店が結構島田にあるんで、そういうお店が集まって1日限定でサービスしますよ、はいはい、うーん、島田に来てください、なかなか島田に来てくれる方少ないんで、結構綺麗な街なんで、まあ、僕は思うんですけどね、駅、あ、そうですか、土曜日だったですか、日曜日、日曜日ですね、はい、もう僕島田にいたんですけども、何かあったんですか、ダンスの高木瑞穂さんっていうですね方がですね、駅からスキップで90何歩っていうですね、スキップで数えてたんですか、そうそう、そういう 95? あ、これまた怒られちゃう名前が97歩だったら92歩か、まあそのぐらい結構近いんですよ、駅を降りて、すぐぐらいのところにその瑞穂ダンススタジオ、スタジオというですね、いう、まあ、ヒップホップとか社交ダンスからK-POP ダンスとかですね、マイミンさんもそちらに通うということで、ですね、言っていた、なんとなく分かりました、はい、そう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 、駅降りてずっとあそこ何でしたっけなんか駅降りて一本道のなんか本通りとかなんかなんとかとかって、はい、そういう駅前の通りですね、そこのちょっと曲がったところにですね、もう本当にすぐ近くだったですけど、昨日オープン
ですね。4月7日七夕でオープンしてっていうのにちょっとオープンしたとこなんですね。そうです、うん、それに僕行ってきたんですけども、うん、でまあ歩いてて結構ぜひ日曜日も、うん、島田に来てくださいアキラさん、はい、あ日曜日行きますよそうなんですよ、日曜日は僕夜はですね静岡にいないといけないけど昼間は空いて、もうこの日は1日島田で遊べますから。あ そうなんですね。この地図を、あ、はい、このチラシを持って、ええ、はい、まあ、いろんなお店を見てみたいて、はい、このチラシはどこで手に入るとかって何かあるんですか。参加店各店にも置いてありますし、 はい、あとブログ、はい、島津のブログを見ていただければ、うん、市外なんかでもチラシを置いてくれてる設置店紹介してますんで、はいはいはい、なるほどなるほど。これ焼津でやってるって言っちゃっていいの。いいですよ、はい、この近くで言うと、はい、焼津駅前にある紫、うん、紫ありますね、焼津駅前店、はい、にもチラシ置いてあります。あ、そうなんですか。あ、もう近くじゃないですか。そこですはい、はい、そうですよね。あ、島新さん、島、まあ、市内、まあ、市内、うん、あとそうです、島田市内の、はい、島田信用金庫、お、はい、にもチラシ置いてあります。はい、うん、ブログとかフェイスブックページで見てもらうのが、あ、そうですね、ブログフェイスブックページとか、あと検索とかはどんな感じで、まあね、島厚で出てくる、カタカナで島厚で検索してくれれば引っかかります、はい、あ、いいですね。なんか、うん、そうですね、なんかいっぱいあるからどこ行ったらいいんだろうかみたいな。あと、まあですね、面白みで言うと、うん、はい、今回スタンプラリーをやるんで、はい、クイズスタンプラリー、はい、あ、じゃあ各お店に、まあ、スタンプじゃないけどなんかそういうの、クイズのボードを置きまして、そう、はい、の答えをこのお店の店主さんに言っていただいて、うん、正解していたらこのチラシのハテナのマークのところにスタンプを押してくれます。はいはい、あ、なるほどなるほど。3つ貯めていただければ、うん、景品交換所にて、はい、あ、3つでいいんですね。そう、シマーツの、はい、特別な景品がいた、うん、オリジナルのお菓子をプレゼント、はい、そうなんです。注意してもらいたいのが、はい、全店に、参加店全店に、うん、あの問題が置いてあるんじゃなくて、あの、あ、26件のうち18件に、うん、はいはい、びっくりしたあのクイズが置いてある18件に置いてあるんで、はいはい、そこに行ってクイズに、うん、なるほど、うん、あと、はい、いわゆるこの交換所というお店が2軒ですけど決まってるんで、はいはい、あ、この中でもまた交換所のお店が決まってるです、ね、はい、地図に書いてありますが、うん、はい、のトントゥーさんというトントゥお花屋トントゥーさん、クイズ交換形式、書いてありますね、はいはい、それと、6号エリア、うん、はい、ガーデンテイムさん、うん、あ、ガーデンテイムさんですね、はいはい、ここが、あの、景品交換所となって、はいはい、ハンコを3つ集めてその交換所に行ってもらうと、はい、プレゼントがもらえます。うん、そう、あ、なるほど、だからこのハテナっていうマークがいっぱいついてるわけなんですね。そうです。うん、あとこの交換所で、はい、島津フェイスブックページがあるんで、はい、島津の、はい、その島津のフェイスブックページにいいねを、はい、押しといてもらえれば、はい、それでも、プレゼントあります。あ、景品とはまた違う、この景品とは違う、このクイズスタンプラリーと景品とは違うものですけど、ああ、はいはい、いいねをしてくれた方に、うんうん、はい、その景品交換所で、まあ、携帯かなんかで画面を見せてもらえば、うん、あ、いいねをしてますよってですね、どうぞ、うんうん、そうなります。ああ、なるほど、うん、じゃあ Facebook ページもですよね、ぜひいいねよと。それもカタカナ島厚で引っかかると思いますよ、うん、ああ、Facebook の検索で、ね、うん、島津で検索していただいてというですね、はい、うん、ことですね。あとは、コラボ展示、そうですね、はい、コラボ展示、コラボ展示、はい、コラボ展示とはこちらは、はい、島津さん参加店、まあ、26点あるんですけれども、はいはい、うん、お店とお店の商品を掛け合わせて、そうですね、はい、例えば服屋さん、うん、服屋さんの服と時計屋さんの時計とか、そうですね、はい、うちのお菓子と、まあ、柴木さんの、うん、まあ、木の器などを合わせて、お店とお店の商品のコラボを展示して、展示をして見ていただく、はいはい、それを楽しんでいただく、うん、あ、それ面白いですね。面白いお店同士でありえない組み合わせだったりとか、うん、はい、あるんで、はいはいはい、で、うん、そこでまたね、
あの違うお店の商品をちょっと見てもらって興味持ってもらえれば、はい、もし前回やってみて、はい、なかなかみんな面白いって言って評判が良かったんで、はいはい、なんかまた参加者で何か生まれそうなですよね。前回そうやって受けが良かったんで、はい、参加店の店主さんもちょっと面白がっていろいろ考えてますね。はいはい、うん、また今回も生まれそうな感じですよ ね、 ですね。その参加者の方、実行委員の方でも気づかないようなちょっとまあ、その四万十をやったから、コラボ展示をやったからかどうか分からないんですけど、母の日に、はい、そのさっき景品交換所で紹介したお花屋トントゥーさんが、はい、母の日ギフトとして、はい、芝木ショップさんの木の雑貨とお花をセットにした母の日ギフトを作って、はいはい、コラボ商品としてやったりとか、そういうなんかあのお店さん同士の交流も生まれてきて、そう、それはいいですね。なんかお互いのいいとこをこう引き出していって、また新しいものを作っていくと。でもそれはなかなかね、うん、商売やってる者同士だと、あんまりそういうのってできそうでできないもんなんですよ。でもこれをきっかけでそういう交流が出てきたんで、はいはい、あとはその軒先出店っていうのが、軒先出店、はい、そう、島厚参加店に軒先出店をいたしますということで、はい、うん、例えば、うん、細島や花水木さんと、はい、まあ、イラストレーターのゆっちょさんですかね。そうそう、はい、あ、お店じゃないけど、お蕎麦屋さんに行けば、うん、まあ、あのイラストレーターさんがいますので、はい、その人にこう、うん、あ、似顔絵を描いてもらったりとか、はいはい、まあ、コラボ展示と違って、島津参加店以外の方が1軒、はいはい、2軒出店してくれて、はいはい、それで、まあ、今言ったゆっちょさんなんかと、うん、家族でお蕎麦食べ行ったついでに、はいはい、こうイラストレーターさんが似顔絵描いてくれたりとか、はいはいはい、あとは何があったっけ、うん、なんかいろいろありますね。鈴木メガネさんと白猫さんと、はい、面白かった、はい、コーヒー、白猫さんというのはコーヒ ー、 コ ー、 ヒー、はい、自家焙煎のコーヒーカフェなんですけど、はい、島田のメガネ屋さん、鈴木メガネ屋さんのところに、はい、出てきてくれて、あのコーヒーをその場で振る舞ってくれて、しかもお店の前にテーブルとか椅子を置いて、はい、オープンカフェにしてくれるんで、そうなんですか、メガネをいろいろ見た後にコーヒーでゆっくりできて、はいはい、ああいいですね。そのすぐ斜め向かいには流月堂さんで満面になって、なんか流月堂さんで買ってからなんか持っていっちゃいそうな感じですね。お茶菓子用意してからコーヒー飲み、はい、そうですね、そのやっちゃいそうですよね。他にもいろいろありますね。景品交換所のお花屋トントゥーさん、はい、で島田リフォームさんが、はい、うん、開いた、まあ、バッグ、ジーンズで作ったバッグみたいなものだ、ね、あの島田リフォームさんっていうのが、はい、お家をリフォームする方じゃなくて、洋服のリフォーム屋さん、ああそうなんですか、はい、仕立てだったりとかをしてくれるところで、うんうん、そこは普段服のそういう直ししかしてないんですけど、はい、うん、この日だけ、はい、あの手作りでバッグを作っていったり、あの小物入れを作っていったり、それを持ってお花屋さんで、はい、あの販売してくれると、うん、おー、なんかいろいろですね。あとなんか、あ、どうぞ。どうぞ、いいですかね。うん、なんかあの特派員、これもちょっと気になってるんですけど、特派員実況 生中継っていうのがですね、これはどんなあれなんですか。参加店でやってると、はい、当日は自分の店やんなきゃなんないんで、そのさっき言ったコラボ展示とか、はい、軒先出店、他のお店が気になるんですけど見に行けないんですよ。そうですね、うん、なんか見たいって言って、はい、今回その現場特派員を作って、はい、7月14日参加店全県を回る、はい、でそれ回ってユーストリームとあと写真でフェイスブックでこのお店今こんな感じでやってます、にぎわってますっていうのを、はい、あの実況中継してもらう。お、あ、じゃあユーストリームも島津さんの方で、島津でやります。あ、島津のチャンネルがじゃ あ、 そうです、あるような感じですね。あ、なるほど、いいですね。その特派員をやってくれるのが、はい、あの島田市内で地域活性化のために、はい、あのボランティア活動をしている、うん、あの若い年代の集団なんですけど、はい、グループなんですけど、おしゃれボーイズっていうグループと、はいはい、あと島田を良くしたいグループがあるんで、はい、そこに協力をお願いして、その、 あの2団体に特派員として全県回ってもらうんですよ。お、それもやっぱ、ね、島田を
なんとか盛り上げたいって言って、はいはい、ボランティアでやってる団体なんで、だったら一緒にやって、お互いこう、はい、補い合ってというか、はいはい、横のつながり持ってみんなでアピールしていこうよ、はいはい、あ、じゃあこれは特派員がカメラっていうか、なんかもうスマホでやる、うん、あ、いいですね。スマホも結構やったことあるけど、僕もですね、僕初めて知ったんですよ、うん、スマホでも今ユーストリームって配信できちゃうんですね。あの iPhone でもできますし、すごいですよね、うん、あの画質も悪くないですよ、あそこのカズさんもたまにやってますよね、うん、iPhone で、うん、ちょっと後でやり方教えてで、意外とですね、あの iPhone とかスマホのマイクがついてるんですけど、ね、うん、マイク感度ってすごいいいんですよ、うん、だからおすすめですね、うん、あとはもう、うん、はい、配信することで、うん、あの島田のことを、ね、知ってもらえるかもしれない、はい、人になるかもしれないし、はいはい、うん、なるほど、お店に来てるお客さんにそういう島田を良くしたい、はい、おしゃれボーイズっていうグループが一生懸命、はい、街のためにやってんですっていうのも知ってもらいたいです、はいはい、もうなんか盛りだくさんですよね、なんかいっぱいいろんなことがあって、うん、大変性がそうですよね、実行委員からしてみたら今こうやってお話聞いただけでもですよね、なんかいっぱいあってって思うけど、考えてる側はもっといろいろですよね。やっぱ他の参加店さんもみんな言うんですけど、はい、そういう業種の違う店主さんとね、いろいろ交流を持っていろいろ話ができたり、はいはい、一緒にイベントやれるっていうのは、うん、やっぱ楽しいって言ってくれるんですよね。あ、そうなんですよ、うん、そうですよね。業種によってはなかなかそういう青空市とか外に出てってお店をやるっていうことができないお店もいるじゃないですか。そうなると自分ちお店で通常の営業をしててイベントに参加できるっていうのはありがたいと思いますし、でこれまあチラシにも載っけてるんで言ってもいいんですけど、あの県庁の商業まちづくり室、あの商工業課が、あの商業活性化のためのなんか新しい企画を募集したんですね。それに島津出して、島津がその商業活性化のために有効であると、あのモデル事業に今回選んでもらったんで。あ、そうですか、すごいですね。なんで余計に気合入ってこんなに今この大変なバタバタになっちゃってる。あ、でもすごいですね、モデル事業でこれで、うん、こうまたみんなが見るようになったら余計にこう下田にわっと人が集まる、まあ、それを藤田さんはとか、まあ、島津の、そうですね、そうなってもらいたくて、目的というか、うん、やってる、そうね、あ、そうするとまたいろんなその周りのですよね、市だったり町とか村がですよね、島田でこう成功しているっていうのがこう見て、またこうなんか勉強させてくださいみたいな、全然どうやってるんですかみたいなですね、全然アポってくれれば僕らにできることなら、はいはい、そうですね、結構ですね、そのユーストリーム、まあユーストリームの話になっちゃうけど、そのユーストリームを使ってそういう町とかそういう島津みたいな動き他の県でもいっぱいあるんですけども、うん、あのそれでうちではこうやってるよとかですねっていう事例って結構実はいっぱい、ユーストリーム使って、そうです、こういう特派員みたいな、ね、うん、いうですね、例えば、今週はとか今月はじゃあ藤田さんがやってくださいねとか、じゃあ来月はですよね、龍月堂さんじゃあお願いしますみたいな感じでこう持ち回りでですね、あ、その配信を、他のお店をこう、そうです、お店を取ったりとか自分とこも取りますしっていうですね、うん、いうのですね、あ、面白いです、はい、はい、うん、あのここにいる焼津ユーストリームクラブの方たちも多分言えば協力すると思うし、アルパカは動くだろうし、はい、あのアルパカもこもこはなんか太は軽いですよね、軽いですね、うん、軽いですね、映画館であったもんねなんすかそれドラゴンボール見に行ったらいたんですよ、あのフットワークは軽いと思います、うん、はい、あのまた僕も ABS ってアキラブロードキャスティングシステムというですね、やってますね、配信局もやってます、そちらもぜひまた、あ、はい、ぜひぜひ、まだ日にちまで決まってないですけど、始末11月にもやるんで、うん、あ、そうなんですか、その時ぜひよろしくお願いします、あ、はい、ぜひ ABS もあの協力はさせていただけたらできるところですねと思います、あのもうアルパカは鉄砲玉みたいな感じでもうどこにでも飛んでいくから、鉄砲玉じゃないか鉄砲玉、もうどこにでもあの飛んでってくれると思う、火の中、水の中なんでそっち見んですかいや、次は特派員の一人として、そうですね、そう、はい、あの一人だと不安だったら3人で火の中、水の中、うん、はい、
それでプロがね写真撮ってくれればそうですよね、嬉しいね。またそういう時に人間性って出るんですよ、3人のこう仲良くなそうですね。そうそう、こうみんなで一緒に飛び込もうと思って誰か一人だけ飛び込まないですねとかですねこう誰かをはめてやろうとかですね、そういう人間の縮図ってのは出るんですよ、そういう時に。なんかあったんですか。いや何もないですよいやいや、ないですないです。いやただそういうの見るの面白いだけですすいません、ちょっと脱線しましたすいません、番組もですねそろそろエンディングにさせていただけたらと、もう30分経っちゃいましたねなのでちょっと改めましてですね、始末ということでですね、はい、7月の14日です、はい、ですね。もう時間はもうお店によって違うから、もう本当に朝から夜までっていう感じですね。各店の営業時間になるんで、はい、はい、あの島津の参加店であったりとか、あと銀行とか島田信用銀行です、はいはい、とかあと紫ですね、この近くの焼津の紫、はい、いいですね、こちらのチラシといっていいんですか、はい、はい、が置いてあるそうですので、ぜひ見ていただけたらと思います。そして、島津という、まあ、ブログとかですね、はい、ホームページいいですね、があったりとか、フェイスブックページもですね、ありますので、いいねを押したらまた何か景品があって、はい、特典があるそうですので、はい、ぜひですね、はい、来ていただけたらと思います。最後になりますが、何かどうですか、一言というか、一言どうですか。そうですね、7月14日、うん、過去を見てみんな頑張っておりますので、うん、あのいろんなお店を回っていただけたら、はいはい、嬉しいと思います。はい、はい、西田さんどうぞ。7月14日島津、あの皆さんをお待ちしてますんで、うん、この日は一日島田で楽しめると思いますから、うん、はい、ぜひよろしくお願いします。お待ちしてます、はい、お待ちしてます。ぜひぜひいらしていただけたらと思います。7月の14日日曜日ということで、よろしくお願いします。ということで、ちょっと30分あっという間だったかもしれないですけど、はい、楽しかったです。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。アキラの綺麗になりたい、今日はここまでということで、ゲストは島津のですね、実行委員会、海産物所藤田さんの藤田さんと、龍月堂の、増田さんということでした。じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さんまた。